昔、一つの人形がありました。話すことも動くこともできませんでした。片隅に縮こまる日々でした。しかしある日、人形に家族ができました。聞きなさい。あんたが私の妹だなんて認めないから。お姉さんは人形と遊びたかったのです。しかし人形は何もできませんでした。無反応な人形からお姉さんは離れてしまいました。人形はお姉さんを止めようとしました。お姉さんにそばにいてほしかったからです。だけど話すことも動くこともできない人形にはどうすればこの糸を振り払い本音を言うことができるのでしょうか。ご主人様のご命令によりここに参りました。任務を開始する前にバンビナータの機能をご紹介します。ショット後、バンビナータは一定のエネルギーを獲得します。指揮官は攻撃ボタンを長押しするとバンビナータを操れます。バンビナータを操る間、攻撃を受けるか長押しの効果が切れた場合、敵の攻撃をかわすとエネルギーが切れ、バンビナータの制御が解除されます。バンビナータはスリーチェーン追撃時に記憶が失われ、スリーチェーンシグナルと同色のシグナルは忘れてしまいますが、記憶を失うたび必殺技は強化されます。最後の色も忘れた場合、指揮官のご命令でバンビナータはカマキリ派を使い敵を切り裂くことができます。必殺技を使用するとバンビナータは全ての色の記憶を取り戻せます。あなたたちの存在はご主人様にとって邪魔なのです。バンビナータはご命令に異議ありません。